チュース、ムムです。今日もね、楽しく白ドラ実況やっていきたいと思います。まあ、今日はね、そのキャラリーグね、ちょっとね、時間もう夜の11時で終わっちゃったんで、ちょっとね、宝箱もあと終わってたんでね、ちょっと宝箱を見て、あとね、前からね、ちょっとリクエストあったんで、ちょっとね、毎月毎月ね、ちょっとなんかボックス紹介してくださいっていう方もいたんで、ちょっとね、1ヶ月か2ヶ月ぐらい経ったんで、もう一回ね、ボックス紹介しようかなーって感じで。よし、行こう。まず宝物。なんだこのクソみてえなの。これは微妙だな。ドラゴンメダルはまあまあいいけども、微妙ですね。さあ、次。あ、次、まあボックス紹介行きたいけども、ちょっとね、自慢させてください。まあ、普通のリーグはね、まあ3位だったんですけども、これ見てくださいよ、キャラリーグ。そのキャラリーグでね、3位できたんですよ。いや、イエーイ、ありがとうございます。嬉しいですね。皆さん本当に結構頑張ってらっしゃってね。いや、3位になれると思わなかったんですよね。まあ、普通のリーグの方はね、まあって感じですね。3位。前回も3位だったんで、ああ、でも2位とか1位とか難しいですね。本当にドラゴン入ってから。ああ、あと次からドラゴン2だ。頑張んないとな。キャラ数、規定数も上がっちゃうんでね。少しでもね、順位上の方を狙っていきたいです。じゃあ、あれですね。ボックス紹介します。まあ、前も話したように、30レベルのキャラは変わってないです。剣士、アシュラ、スライム、女神。この4体ですね。この4体。で、スケルトはまだね、装備ができてないですね。27レベルですけど。で、カニ味噌じゃねえ、ウサギ。は、装備、100枚装備ですね。メデューサもまだね、27レベルのままでね、体がね、フード装備も、満タンでもないですね。で、猫は、レアアバターと、100枚装備ですね。で、チビドラ100枚装備できました。で、バトルバルーン。で、おじさんハウス。で、これがね、俗に言う、最近動画でいっぱい出てるね、三角グリフォンの方ですね。これ、今、調子がね、赤いやつ、これを絶好調っていう調子なんですけども、これだと三角になります。でね、これの一個下、オレンジからだと普通の二角になっちゃうんで、気をつけてください。26レベルの場合はね、26レベルフルの場合は、オレンジの場合は、三角にならずに二角になっちゃう、なっちゃいます。あのね、でも今回のリーグみたいに、森林とかだと、グリフォンのステータスが上がるので、そういう時は、三角になる可能性もあります。オレンジで三角になります。けども、普通のね、草原とか、砂漠とか廃墟みたいな、そういうね、普通にグリフォンのステータスが上がらない場所だった場合は、普通にこの赤いね、この絶好調って、じゃないと三角にならないです。で、オレンジでも、常にオレンジでも、なんか、三角にしたい場合は29フル。グリフォンの29レベルフルまでにすると三角になります。オレンジでもね。だからね、俺今これ26レベルフルなんですけども、まあ、あれですね。ちょっと、育成に余裕が出てきたら29レベルにしたいと思います。はい。じゃあ次。で、ドラゴンライダー。まあ、あとこっからしてはあんまり変わってないですね。基本的に。ドラゴンライダー、カメ、オーク、ゴーレム、ワンチェンゴーレム。で、デビル。デビル今ちょっと育成しておりますね。まだ全然できてないんですけども。27まで。27か最終まで育てようかなと思っております。アンチがいないんですよね。やっぱり。アンチがいない、やっぱりね、育成するときに何を考えるかっていうと、相手の、アンチがいないキャラとかって育てるとだいぶ強いです。マタンゴもそうですよね。マタンゴとか、最近だと本当にマタンゴ強いです。タイマンでアシュラに勝てるぐらい強いです、本当に。最終アシュラ、最終マタンゴでタイマンさせると勝ちます、普通にマタンゴは。だからね、買いたいって気持ちもありますね、だいぶ。で、キラービー。キラービーはね、多分これ以上は育てないかもしれないですね。で、次、下の段。アーチャー、魔法使い、ゾンビ、アマゾネス。補欠ですね、アマゾネス。あ、何をしてる、お前じゃない。で、アマゾネス、補欠のリザードマン。で、フェアリー。フェアリーはね、二角にしたいと思います。もう、あれなんですよね。レアアバター、体つけたんで。で、フェアリーを二角にしたい場合は、27レベルまで育てるんですよ。まず、育成はね、体はね、体っつうか、キャラレベルはね。だけど、装備に関しては、頭は27レベルのフル。だけど、鎧、体の方の鎧は、24レベルフル。これで三角になります。あとはどっちもレアアバターつければ三角になるわけねえか。二角になります。はい。三角だったらやべえな、お前。多分ね、お前最強になれる。おい、フェアリー。
まあ、妖精だけど、そのうちね、女神になれるぞ、お前。で、ゴブリン。騎馬兵。騎馬兵育てたいな。全然ね、強くないんだ、これだと。すぐ倒されちゃうんだよね。で、補欠のマーメイド。で、魔導騎兵の代わりに、これを使っております。で、ワイバン。これはもうワンパン狙いのワイバンですね。基本的に使わないです。で、魔導騎兵は補欠ですね。クレイジーフラワーいるので。で、エンジェルも補欠だった気がする。で、カタパルト。これね、二角じゃないんですよね。一角なんですよね。これ。あ、何をしてるんだから。お前じゃない、育てたいの。で、下、補欠のマーマン。で、あとは下は全部大型、全取りですね。でね、ちょっとね、今、コメント欄とかでね、ちょっとね、指摘してもらいたいことがあるんですよね。今、メデューサがいるじゃないですか。27レベルのコラ。メデューサね。これ今補欠にしてるんですけども、メデューサをもし育てたら、どれをね、補欠にしようかなって迷ってるんですよね。うん。どうしようかなって思ってるんで、ちょっとね、皆さんね、ちょっと、コメント欄でね、ちょっとアドバイスいただければ嬉しいです。ちょっと、今からゆっくり下ろしていくんで、ちょっとね、見ててください。うん、俺的には、キラー B か、魔法使いか、エンジェルかな。あ、エンジェル補欠じゃなかったか。エンジェルか、ハチか、魔法使い。これですね。この3体かなーってとこですね。で、ワイバンは三角にします。三角にします。まあ、こんな感じかな。まあ、前回1ヶ月前のボックスとあんまり大差してないんですけども、まあ、これからもね、1ヶ月おきにちょっと自分の育成も振り返りたいっていうわけでね、動画にするかもしれません。はい。まあ、こんな感じですね。あとリクエストもあればコメント欄でお願いします。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。また見に来てください。はい。ありがとうございました。じゃあね。皆さんチェース、ムメでーす。動画見てくれてありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方はね、ぜひぜひチャンネル登録の方お願いします。また、概要欄の方にね、チャンネルとかツイッターとかあるので、ぜひぜひ見に行ってください。あとコメント欄とかでね、コメントしたいこととかあれば、リクエストとかね、アドバイスとかお待ちしております。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。また見に来てください。じゃあねー。